もしもーし。もしもーし。もしもーし、聞こえますか？夜遅くなりました。ごめんごめん。咳するとダメだね。遅くなりました。今日月曜日ですね。はい、11月8日月曜日です。ドル円はまた上行って下行っちゃいましたね。これはどうなのかな。ここと同じ感じですね。下行って上行こうとしてこの辺で下行っちゃってズボッて下の方行ったけど、やっぱり上行くよと。ここまでね。まあ下行って、上行って、下行って、上行って、下行っちゃってから上ですね。下行ってから上ですね。まあそういう風に来て。ヒゲで上げてきたしね、もう期待するしかないね。そういう風にね、そういう風に期待するしかないですね。僕も昼忙しくてね、まあここら辺だったらまあプラス60万ぐらいあったと思うんだけど、ここら辺から入れてるからね、まあ、ここからここで今マイナス60だから、うん、プラス60ぐらいあったと思うんだけど、まあ、忙しかったからちゃんと見てなかったです。まあ上でしょうね。はい、すいません。あとね、また最近仮想通貨が上がり続けちゃってて困ってるんですよね。うん、まあこれね、
って年末一旦ね全部売って決済するっていう人たちも売らねえよとか言い出して、いやー俺絶対後悔すると思いますよ今売らないと落ちると思うよだいぶ。なんでだって東京大地震が起きてみんな死んじゃうからね、大地震か。このねバイナンスとか海外口座にさビットコインが1000万も2000万もあったとしてもみんな死んじゃえば分かんないからね、親戚分かんないしさ、ね、パソコンとスマホが連動してないとさ二段階認証なんかもできないから、まあ基本的にはまあ親族がね、まあ仮想通貨を受け取ることはできなくて、じゃんちゃんとこっちゃんと、僕それ何回も見てきたから、まあ、本人が生きてるうちに東京崩壊しちゃうからね。323兆円も入っちゃってて、これなんでさ仮想通貨が今大爆発しちゃってるか知ってます？大爆発してるから景気がいいとか悪いとかじゃないんですよ。東京が海の下に沈むから資産持っててもしょうがないでしょ。だって土地とか建物持っててもしょうがないじゃない。車とか運べねえんだから、全部沈んじゃうんだからね、売るしかねえんだから、売るって言ったって沈んじゃうんだから売れないしね、ね、土地建物売れないし、車も、まあ、車売れるかもしれないけど、まああとは普通のお金日本円にしたとしてもね、まあ税務署にバレたらまずいお金がいっぱいあるし、まあ銀行もね銀行も海の下に沈んじゃうから、まあ、ひょっとしたらデータが消えてしまってね、まあお金戻せなくなると。そうした時に仮想通貨っていうねブロックチェーンだからサーバーがないからさ、あの失われることないからね、だから仮想通貨なんですよまあ東京だけじゃないですよ、世界の主要なね都市が海の下に沈むことになってて近い将来ね、で東京も日本もねわざとらしくテレビドラマ始めましたけどね、サリアム E が53万6千すごいよこれ、これ60万になるねこれね、まあソラナも買うしかないかな、ここまで来たら体の上がんないですね、体の上がんないです。ブルイが上がってますね、141円。ポルキャドットも買うしかないですね、ここまで来たらね。ドジは少ししか上がってないですね、柴犬もダメでしょうね。じゃあ、これすごいね、アバランチ、エイベックスアバランチはすごい、あ、チェーンリングも復活しましたね。ユニスワップもそこそこだけど。ポリゴン。ライトコイン。これすごいね。アルゴランド。
アルゴランドまだ224円だから可能性あるね。アルゴランドこれ買った方がいいよ。うん、どこで買えるのかな、アルゴランド。高いけどね、まあ、まだまだ大丈夫ですね。バランスですね。ビットコインで買いますね、バランスでね。アルゴランド買った方がいいです、これね。20位。あ、VGM もすごいね。いやー、でも安いな、これ。今日のだめのプロポリス届きました。苦い苦すぎる。苦いよ、喉にはいい感じでも全然全然効かないですね。こうその席に誰か直してほしいんだけど、本当にアレルギーのね、咳の薬飲むとね、2、3時間は全く出なくなるんですよね、咳がね。でも怖くて、それ効きすぎるから。これグレープいいですね、グレープ。40、125円。貴様もう買えないよ、5万円だもん。貴様は上がったね。マーカー、最近はね、デファイ関係の、まあ、仮想通貨のあるいはまあプレセルプレセルス IOC 買いたいってことでね、あのまたコンサルティングがすごい多いんですよね。エンジンコインやっぱいいよね。うん、アンプですね。7円なんで買った方がいいですね、これね、アンプは。あとサンドボックス286円。あとこれね、182円のルーピング。これもいいかな。ネクソ、ネクスコ、ネクソ。うん、まあ今まあ世界ではグレートリセットって言われててね、すべてね、まあ大きく、まあ、改善させようってことでね、頑張ってますけどね。まあ無理ですよね、なかなかすぐには動かないからね。関東の東京地震とかね、あれ？結構ね、地
進の余地がねもうあるんですよね。ドル円やばいですね。ドル円やばいことになりましたよ。うわ、来た来た。レンジブレイクしちゃったね。下ですね。キロ。売り入れとくわ。うわうわ、やばいやばい。やばいやばい。やばいですね。見てればよかったですね。うん。戻しとくわ。200回か。50、100にしとくかな。これ200でいいか。500万通貨してましたね。うん、ああ、しかもプルバックだ。うん、弱いですね、ドル円ね。うん、ブレイクですね。下にブレイクですね。止めますね、下で。下でいいと思います。焦っているとね、こうやってね、ブルバックするんですよね。ほら、ブルバックしだしてきたからもう嫌になっちゃうよね。見なきゃよかった。見なきゃよかった。東芝3社に分割しちゃうんですね。デバイスと半導体一緒だよね。チップセットのことかな。ああ、ハードディスク。まあ、インフラは公共的にやってるからね。これは売れないよね。まあ、東芝もボロボロですね。かわいそうですね。下ですね。完璧に下ですね。もう、もうこっから上行かないですね。行ったら、あの往復ピンダなんだけど。厳しいですね。雇用統計の時に、雇用統計の数値が良くて上上がったんだけど、まあ、そこから下がってきたっていうのは、まあこれ金利がね、パッて気にが下がったから下がっちゃったんだけど、
まあこれ陰謀ですよね、一つのね。まあ時代は変わったっていうか、方向性はもう下に行きますよってことの表れですよね。だからここのね、114円70っていうまあ神聖なる数字があるんですけど、まあこっからショートで出てた人はね、まあ長かったけどようやく下かってなると思いますね。まあ150ピップスぐらい下で推移してますからね。下ですね。まあちょっと僕もね、見てないうちに下行ってましたね。はい。それではね、ちょっとまあ喉は治ってないんですけど、まあプロポリスでね、治したいと思います。またね、あとまあ早急にですね、顔出しをしながらまたライブをね、やっていくと楽しいなと思います。ライブ楽しい。ライブ楽しいよね。ただ咳がね、出るからね。咳が出ないのになんとかね、したいですよね。それでは僕もね、ここちょっともうちょっとショート入れたいと思います。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼します。